か親子の日。お前に言われる筋合いはない。あなたがいくら無類の女好きでも、足の一本でもぶった切っておいた方が。あんなに一緒にいて、お前がその人とまともにやり合えば。どういうこと？とってもさ、言ってんじゃねえよ。イタシさん、ちょろちょろされると面倒いですし、そう簡単に足止めが成功するとは思ってません。どうして誰も信じてやらねえんだ。よせ、貴様。うん？だが、あなたの体はその目に合う内派一族の体ではない。伝説の三人と歌い称された。久しぶりだな。おとなしくしてるってばさ、今日はいろいろあって疲れてんだ。お前のことほったらかしてよ。だが十分気をつけろ。あいつらこれでおしまいなんてことはねえんだろうな。奴らの狙いがこの地のチャクラである限り。だが十分気をつけろ。奴はまだ実力を隠してる。それじゃあ